チャーシュー入ってんじゃん。200円よ。今日サービスしてくれたの。食べてみよう。あったかいし。うまそうでしょ。なめんなって。だから。俺のプランは間違いないんだ。ちょっと食べてみよう。あ、食べて。どう？あ、食ってない。先に食わすだって。いや違う、別に毒味じゃないよ。いや俺は食ったことあるもん。どう？あれ笑っちゃ、え、な、何、どうした、うまくて笑った、あ、うん。なんかちょっと苦笑いされてんだけど。じゃあちょっとこれも食います。なんかベタついてんな。ついてる。ちょっと待ってなんかベタベタしてんだけど。レンゲがベタベタしてんすけど。皆さんなんでですか。出してんすけど、ちょっと待って。ちょっと待って、きついよ。おおって何。いや、きっと多分これチャーシューはうまそう。食べていいよ。素材そのものの味がする。うん、なんかすごいね、お湯の味がすごいね。あ、塩コショウだ。塩コショウを入れる、これ。塩コショウ。いやいや、あかんやろ。ちょっと待って、今年何年。俺タイムスリップしたよ。俺タイムスリップしたんだけど今、うん、若返りました。10年。なんと俺10年若返りました、一瞬で。うん、いや、あかんや。ダメでしょ、ちょっと。やめよう。マジで食べられるの。うん、ごちそうさまです。え。ごちそう。一口しか食ってないよ。ごちそうさまです。お腹空いてないの。うん、もうちょっと俺神経質なんだよ。俺ちょっと神経質なんだよ。これ見ちゃったからちょっと怖くなっちゃった。俺まさかこんな10年前のだと思わなかった。あんまり言ったら聞こえない。うまい、めっちゃうまいね。うん、めっちゃうまい。すごい素朴な味だ。いや、もういいよ。え？いや、200円さ、前まで100円だったんですけど、ちょっと値上がりしてます。自転車に乗ってて、鍵があらへんで、おめでとう。今は早しもたな。めっちゃ気持ちもたもんな。食べさせて。え、お腹すいたの。じゃあベタついたね。ちょっと待って。
じゃあお腹空いたんだね。じゃあいっぱい食べな。ちょっと待って。そんなに口に入んない。あ、このぐらいじゃん。じゃあ食べな。俺のおすすめ。ちゃんと近づいて垂れちゃうから。はい。はい。うまい。どうしたの？何年むせてんの？いや違う。だから俺はね、本当はプランとしては近くにね、超おすすめのお好み焼き屋あるんだけど、あの今日やってないんですよ。ちょっとだからちょっと起点の転換でこっち来たんですけど、ちょっとお腹いっぱいになってきちゃった。お腹いっぱいになってきたんですけど、この店水もサービスしてくれてるよ。すごい、水もサービス多いね。水がいいや、俺あのあるから。チャーシューどうだったの？食った？食べた。どう？うまい？普通だったよ。麺多くない？多いね。サービスすごいよ。大盛りサービスだよ。何って言えないよ、これは。やべえ、本当にやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、吐きそうなんだけど。ちょっとティッシュもらってきて。これでいい？やばい、これもうやだ、ちょっともう。マジでしょ？ちょっと待ってよ。我慢だ。理性を保て。マサイケルはマサ。おはようございます。あ、今日はまさおれんね、今日どこなんすか？あ、中にいます。中にいてる。あ、なんか持てるか分かんない。言ったのにって、俺前だって食べた時普通だったもん、普通って。こんなの初めて。ちょっと待って、頭の中が真っ白だよ。いや、俺も真っ白だ。今理性を保とうと必死だよ。ちょっと忘れたい。これやばい。だからチャーシューかと思ったんだよ。俺チャーシューかと思って。いや、俺もう理性保てないんだけど。いや、演技って言うけどマジだからね。いや違う。前食った時は何にもなかったんですよ。見せていいの？いや、ダメじゃない。バンじゃない。バンにはなんないか。大丈夫か？いや、見たくない俺。怖いんだけど。ちょっと待って。やめて、見たくないって。
これを善ちゃんはスケロクに食べさせたんだよ。違うよ、だから俺は知らん。違う、この前の時はこの前の時はなかったから。いや、コーヒーじゃないよこれ。あー、ドンチキー、ユンさんありがとうございます。いや、これは俺がね、違う。この前の時は、違う、本当にこんなんじゃなかったんだよ。ちょっとあんま見せないでよ、俺。ちょっと今頭から忘れようと必死なんだから。頭から忘れようと必死なんだから、ちょっと。足いっぱい生えてる。やめてよ、俺、頭から今忘れようとしてんだから。やめてって。やめてよ。ちょ待って、やめて。俺今俺いっぱい食っちゃったんだよ。すごい触覚入ってる。ちょっともうやめて待って。ちょっともう俺本当にちょっと今ちょっと今必死なんだよ、頭が忘れようと。これからだから、これからの、これだから、これからの。さすがに無理やろ。普通だったらあれだけど、いや、さすがに無理やろ。普通じゃないやろ。大丈夫だ。何もなかった。